アメリカンドマンシリーズは北米各地を転戦して行われていたスポーツカーレースのシリーズ。2013年セブリング12時間レース前身は1971年にインスサが始めた GT スポーツカーによる耐久レース。1998年末にドンパノスが組織ごと買収し、1999年により、 ルマン24時間レースを主催するフランス西部自動車クラブ規定による新シリーズとしてオムズをスタートさせた。スタート2年目の2000年シーズンには北米大陸以外でもシルバーストーン、ニュルブルクリンク、アデレードでも開催する事実上の世界選手権と呼べるレースになったが翌年から北米のみの開催に戻っている。二千九年シーズンは l m p 一クラスにアウディ。 アキュラ、LMP2 クラスに、ポルシェ、アキュラ、マツダ、LMGT1 クラスに、シボレーが参戦した。同年、LMGT1 クラスに最後まで残っていた、コルベットレーシングが、シーズン途中で、LMGT2 クラスに移行したため、翌年には、LMGT1 クラスが消滅した。2012年時点において、アストン・マーティン・バンテージ、BMWM3、 シボレーコルベット、ダッチバイパー、ロータスエボーラ、ポルシェ 911GT3 といった多くの LM、GTE 規格の車両が出場するシリーズでもあった。2013年をもって終了し、2014年からは、ライバルである、グランダムシリーズとシリーズ運営を統合し、新シリーズとして、ユートシシーを発足した。ありがとうございます。